こんにちは、粟田洋介です。今アートセラピーの勉強をしてるんですけど、前回受けたアートセラピーのセッションで対人関係、集団でのコミュニケーションということで、合同制作で絵を描くことを通してそれらのことを学びました。合同制作、まあコラボレーションですね。私も今まで小さな遊びの作品も含めて何十名もの人とコラボレーションを楽しんできました。もう何年も前の話ですが、私が主催したグループ展で毎回のようにみんなでコラボレーションの絵を描いて遊んでいました。そうしたコラボレーションの絵を描くたびに、一緒に絵を描いた人みんながすごく楽しくて、また描きたいなって言ってくれたのを覚えています。そういった経験を通して私が学んだことがあるんですけど、まあ私のコラボレーションの概念ですね。そのことが先日私がアートセラピーで学んだこととすごく通じることで、私のその概念っていうのは正しかったんだなということに気づきました。自分で言うのもなんですけど。ですが、私が気づかなかったことがあるんです。私が今まで気づかなかったことは、楽しくて幸せなコラボレーションの絵を描くときの精神が実際に私生活にも役立って、すごく自分自身が生きやすくなって、そして周りのみんな、世界中の人々が楽しく生き生きと幸せに生きられる、そういった方法でもあるっていうことを学びました。そんなわけで今回は合同制作についてお話ししていこうと思うんですが、まず最初に2年前に開催した油絵コラボレーション展という3人展があったんですけど、その時の作品とその時に3人のアーティストがどんなことを感じて、どんなことを思いながらそのコラボレーションの絵を描いたかっていうことを紹介したいと思います。まあコラボレーションなので一人で描くわけじゃないですから、別のアーティストも筆を入れるわけです。一人で描いてる時とは勝手が違います。その時に一人一人が思ったこと、感じたことっていうのはすごい面白いんですよね。いつかコラボの展示会をやってみたいってずっと考えてたんですけど、ちょっと難易度のあるコラボレーションの方が見応えがあるだろうなと思ったので、私は2つのことにこだわりました。それは参加するアーティストの作風とか個性っていうのが全く違うっていうことと、使う画材が油絵の具、乾くのにも時間がかかって割と扱いづらい絵の具です。2022年6月2日から29日まで東京北区にある梅の木十条店、喫茶店ですね。そこで3人展油絵コラボレーション展っていうのを開催しました。この作品を描いたのは参加アーティストの一人、森一香さん。森一香さんはもう長年知ってるアーティストなんですけど、この可愛い人物は森一香さん本人にそっくりです。そして彼女の作品はそのご自身そっくりの人物がドカーンと出てきて、こんな感じでポップな感じですね。そしてもう一方はしばちゃん。なんかこの頃運動会シリーズを描いていて、これもその一つなんですが、しばちゃんの作品の多くはなんか物語があるような面白い作品ですね。しばちゃんも森一香さんもものすごく個性が強くて、二人とも別の世界観を持ってるんですよね。なので作品として並べると全然マッチしてないんですよね。で、私自身もこの二人とはまた別の世界観を持っています。そんなわけで、この世界観の違う3人が同じ一つのキャンバスに絵を描いて合同制作をしたらどんなことになるのかなって思いますよね。この3人がこのぐらいの大きさのキャンバスを1人1枚用意して絵を途中まで描きます。そして次の人に渡します。回していくんですね。で、次の人はそこにまた描き足します。それも途中まで描いて次の人に渡します。そして3人目の人が筆を入れて、で元の人に返しますみたいな感じで、月に1回集まってキャンバスを交換するみたいな感じで、3ヶ月かけて1枚の絵を完成しました。で、これが私が描いて森一香さんに渡したキャンバスの絵ですね。まあバックグラウンドを作っていかようにも付け足せるように、自由に描き足しやすいと思い、こんな感じで描き始めました。それを受け取った森一香さんはこんなことを思ったそうです。普段のイメージとは違う抽象画のような作品が来たなと思いました。長い時間作品と向き合っていると、月と建物のように見えてきた巨大化カメレオンと少女を描きました。こんな感じの文章を書いていただいたんですが、実は直接森一香さんが、なんだこれ抽象画じゃないかって言ったんですよね。
その時に私はこれは面白いなと思って、みんなで思ったことをキャプションにして貼っといたら見る人がもっと楽しめるかなと思ったんですね。なんだよこれ、抽象画じゃないかバカ野郎とかね書いたら面白いなと思って、でもこんな感じのナイスな文章にしていただきました。なんかこのカメレオンと少女の色がすごく私が描いたバックグラウンドすごくマッチしてますね。森一香さんも柴ちゃんも私も抽象画家じゃないんですよね。で次は柴ちゃん、なんか今回は2人とも同じぐらいのスペースを使って絵を描いてますね。柴ちゃんはどう思ったかっていうと、粟田さんの黄色い太陽と想定して森ちゃんのカメレオンの構成を真似てお気に入りキャラを描きましたって書いてあります。この絵はね、二人とも月に向かった角度で描いてるんですよね。だから私も角度的にそっちに集まるような感じで完成させました。私は抽象画を描くつもりがなかったんですけど、もうみんなに好きなように描いてもらって、あとは自分で仕上げようと思っていたので、最後自分で仕上げました。私が一番面積を使って絵を描いてるんですけど、三人の個性がしっかり出た作品に仕上がってすごく私は満足しています。これがその原画です。すごい力強くて美しい作品ですね。森一香さんと千葉ちゃんのおかげです。そしてこれが私が千葉ちゃんから受け取ったキャンバスです。この描かれてる3人の人物は千葉ちゃんと森一香さんと私の3人なんだそうです。千葉ちゃん思いっきりご自身を表現しています。素晴らしいことです。で、この作品にはこんな感じのキャプションをつけました。まあ、渡された絵を見た時の感想ですね。それからこれをどういう風に描いていこうという時の思いが記されています。そして私の思いはこんな感じで書かれています。柴ちゃんの個性がとても素晴らしい。あえて違う感じのピンクをバックにし、全体の色のバランスを考えつつも、モチーフ等はナンセンスに描きました。でもこれははっきり言って、このドバーンってところで、どうやって自分を表現しようかなって思いました。しばちゃんは何にも悪くないし、間違えてないんですよ。しばちゃんが自分を出してくれたことはすごく嬉しかったです。そしてどうしようかなって考えた末にピンクですね。で、ある程度私は脇役に徹しようと思いました。でもただの脇役じゃなくて、このしばちゃんの絵のイメージとは全然違うモチーフとかを入れました。それからこの私を描いてくださったっていう人物のところに私の2匹の猫を描き加えました。それから私は下の部分に結構たくさん描いたんですが、森一香さんが十分に絵を描くことができるスペースを残しました。森一香さんがこのキャンバスを受け取った時にどう思ったかというと、パンチの効いた作品にどうコラボしようか迷いました。普段描くボブヘアの女の子、ハチノコバージョンと虹を描き、全体の輪郭をなぞってみました。だそうです。このしばちゃんが描いた森一香さんのところに、森一香さん独特の人物画ですね。そして虹を入れてくれたんですけど、私が付け加えた色にすごくマッチしてるし、これがすごく綺麗ですね。でも正直私は森一香さんの絵の割合が小さいので、もうちょっとスペースを残してあげられる描き方ができたらよかったなって私自身ちょっと反省したんですけど、この周りを囲むカラフルな線、この花のところとかですね、それがすごくこの1枚の絵の雰囲気を変えてるんですよね。だから森さんもちゃんと3分の1しっかり表現してくれたんだなと思います。1枚の絵に個性を出すのは何も絵の大きさだけじゃなくて、そのインパクトとかそういったことで調和を取ることができるので、この作品は誰が一番スペースを使ったとかそういうことは関係なしに、ものすごく調和の取れた素晴らしいコラボ作品が仕上がったんじゃないかと私は思っています。そしてこれはしばちゃんが森一香さんから受け取ったキャンバスです。今度は森一香さんドカーンときましたね。森一香さん曰く喫茶店展示ということで、メイドさんとお店にもあるメニューのビーフシチューを描きましたということです。コラボ作品も3つありますからね。しばちゃんがでっかく描いて、森一香さんの絵が小さい時もあれば、森一香さんの絵がドカーンとでっかい作品があってもいいんですよね。で、しばちゃんはこんな感じで筆を加えてくれましたね。しばちゃんの思ったことなんですが、森ちゃんのメイドさんと美味しそうなビーフシチューの絵を見て喫茶店の風景を描きました。森ちゃんの後ろ姿、それから動物たちが喫茶店でお茶をしているしばちゃん独特の作風で描いてくれましたね。その下はオレンジジュースですかね。この半分切れて入ってるところがなんかいいですね。
で、私がこんな感じで仕上げさせていただきました。二人とも食べ物や飲み物を描いていたので、お腹を空かせた食いしん坊たちの絵を描きました。ということで、ウサギと羊の上にお腹の空いた狼の絵と、その隣は、まあ、食いしん坊の魚、後ろ向きの森ちゃんに頭の上を歩かれるお腹を空かせた人物ですね。これ自画像じゃないですよ。あとは周りに水玉を入れて、なんか私らしさを表現させていただきました。これもね、3人の個性がしっかり出たいいコラボ作品になったんじゃないかと思います。それからあと2枚、森一香さんと柴ちゃん2人ずつのコラボレーションの絵です。こっちの方なんですけど、私が森一香さんにこんな感じで描いてお渡ししました。そして森一香さんが思ったことは、不思議な世界観、ドクロがかぶりつく謎の半球体を見てると、ピンクと黄色の部分が綺麗だったのでゼリーにしてみました。妖精とお花を描くことでダークで可愛い感じになるように意識しました。目の中にもハートと星を足していただいたんですが、このゼリーの中の世界観、これは私が描ける世界観じゃないですね。素晴らしいです。そして私はこんな感じに仕上げて、こんなことを言っています。可愛い感じになり、女の子の顔も骸骨、この雰囲気に合ったストーリーっぽく仕上げました、ですって。ストーリーっぽく仕上げたんですけど、どんなストーリーかは自分でもわかりません。見る人に自由に想像して楽しんでいただけたらなぁと思いました。で、もう一つのしばちゃんと書いたこの作品、しばちゃんにはこんな感じのイメージを送りました。描きかけのゾウさんの絵ですということなんですが、しばちゃんはこれがゾウさんだってわからなかったそうですそしてしばちゃんはこんな感じで描き足してくれました。ハワイのホテルのプールではしゃいでる自分の夢物語を描きました。いい感じに付け加えてくれたんですが、これも私には表現できない世界観ですね。そして私はこんな感じで完成させたんですが、プールを描くとは自分にはない感性、まさにコラボ、描きかけのゾウさんを仕上げて完成ってとこですね。もう一度原画はこんな感じ。多分お互いに持ってない感性とか表現方法とか、自分ができないことを表現してくれてるんですよね。それがコラボの面白いところで、そして両方の素晴らしさが出るってことがすごい面白いなと思います。こっちもそうですね。コラボは一人のアーティストが1で、そして計算すると足し算でもなければ引き算でもない掛け算だって思っています。なぜなら 1×1 は1ですよね。一つの調和の取れた作品ということです。それは違う、コラボは足し算だ、いやコラボは割り算だ、引き算だって思う人もいるかもしれませんが、それのどれにも間違いはないと思います。なぜなら私が今掛け算って言ったのは私の考えであって、私は計算っていうのにそれほど意味を持たないので、ただ言ってみただけだからです。森一香さんと柴ちゃんについてもっと知りたいなという方は、概要欄に SNS のリンクを貼っておきます。また私が行っているアートセラピーの学校のインスタグラムのリンクも下に貼っておきます。興味のある方はチェックしてみてください。コラボで1枚の作品に絵を描くときは、ここが誰のスペースで、ここが誰のスペースでっていうんじゃなくて、全部がみんなのスペースであると私は思っています。だから私がコラボを描くときは全部を人に譲るんです。でも人に譲るっていうのは我慢することではありません。人に譲れるのは余裕があるから人に譲れるわけです。一枚のキャンバス全部がみんなのものだからといって、それはみんなに占領されるっていうこととは違います。一人で占領するっていうことでもありませんよね。その一枚のキャンバスに自分自身もしっかり表現できてるからこそ、人にも譲る余裕が出てくるわけです。自分の表現に満足して、他の人も自分の表現に満足する、満足できない人がいたら満足できるように配慮してあげる、そうするとみんなの個性が生きた作品ができるってわけです。絵を描くときだったら私はそういうことができるんですけど、私生活となるとちょっと難しかったりします。でも私生活も私は自由に絵を描くように生きていけたらなぁなんて思っています。
そのためには自分の個性を絵で表現できるように、私生活でも自己主張や自己開示をしっかりして、それでもって他の人たちのことも尊重するっていうことをしていくと、みんなが自由になれるんじゃないかなって思います。さっきも言ったように、人に譲るっていうのは我慢をすることではありません。余裕があるから幸せな気持ちで人に譲ることができるんです。自分が描こうと思ってたところに誰かが絵を描いちゃったとします。そうしたら、なんだこの野郎、ああここは私が絵を描こうと思ってたところなのに最初に描きやがってって怒るんじゃなくて、そこを譲っても自分の表現がちゃんとできるっていう風にしていけば、自分も幸せだし他の人も幸せだと思います。そこに描こうと思ってたっていう執着があるから、そこに描かれちゃった時に腹が立つわけです。でもここに描こうと思ってた時に、こういう風に来たところをこういう風に言っても面白い絵が描ければ、こっちに描かれようと気にならないわけです。まあその人が私の絵を塗りつぶしてきたんなら話は別ですけどね。口で言うのは簡単だって思うかもしれないけど、やるのも簡単です。だから人を尊重するんでも、気遣いをするんでも、人に譲るんでも、自分のやりたいことをしっかりやる、自分の表現したいことをしっかり表現する、余裕を持って執着を捨てれば、ありのままの自分で幸せに人と共存できるんじゃないかと思います。そして周りのみんなもハッピーになれると思います。自分自身が自由に生きるっていうのは、自己中心的な自分勝手になるっていうことではありません。制作しているアーティスト全員の個性がしっかり出てることによって、コラボ作品っていうのは面白く仕上がるんだと私は思っています。自分だけが幸せなら他の人が幸せじゃなくてもいいや、そんな考えだと世界は幸せになりません。何十年も前に大学の保健体育の授業でレスリング理論というものを取ってたんですが、その時に子供がスポーツの試合から家に帰ってきた時に親が話しかけると思うんですけど、その時に勝ったっていうことを聞いてはいけないっていうことを教わりました。その代わりに何て言うかというと、楽しかったって聞くんだそうです。勝ち負けがあるっていうのは悪いことじゃないと思います。一番早く走ろうと思って一生懸命走るっていうのは大事なことです。そして誰かが勝って誰かが負けるんです。その勝ち負けが悪くなってしまうのは、その勝敗っていうことが全てになっちゃうからだと思います。勝敗っていうのは結果の一つに過ぎません。勝負があって、誰かが勝って誰かが負けるっていう結果の他にも、その勝負があって、そのために一生懸命練習した、そして練習してその勝負をしている時もものすごい精神力を使うし、ものすごい頑張るし、そこで頑張るっていうことも大きな結果です。そしてその勝負の内容です。例えば一枚の絵を描いていたら、この絵は俺が一番目立つんだ、俺が全部塗りつぶすんだ、他のみんなの絵が消えても俺の絵が一番目立てばそれでいい、その考え方は勝つか負けるかの結果だけが重要ってことになります。勝敗が全てなんて戦争みたいな自分勝手な殺し合いに過ぎません。ある時期私は自分のアーティストとしてのモットーに、現実の世界では 100% の自由を生きることはできない、でもアートでは 100% の自由を表現していきたい、そんな風にホームページとか SNS のプロフィールに書いていたことがあります。でも先日アートセラピーのセッションを受けて、そしてこの動画を作るために話す内容とかを考えてて、それで気づいたんですが、 100% の自由を絵で表現することができるんだったら、現実の世界でも私は 100% の自由を手にすることができると、そう思いました。例えばコラボでみんなで絵を描く、そこで私はコラボ作品の中で自分自身を出し切る。だけどキャンバス全体を自分の表現で埋め尽くすことはできません。だけど 100% の自由っていうのは、何もキャンバスを一人で独占して埋め尽くすことではありません。一枚のキャンバスに私は私の表現をする、そして他の人がその人の表現をする、また別の人がその人の表現をする、その全員がその表現に満足する、そして自分も含めた全員が個性を表現できたこと、それを幸せに思う、そうすれば私は 100% の自由を手にすることができます。現実の世界では絵を描くっていうことじゃなくても、いろいろなことがコラボです。道を歩いていてもコラボです。公共交通機関に乗っていてもそれはコラボです。
何か作業をしていてもコラボです。地球を生きていることもコラボです。そこでさっき言ったような理想のコラボ作品を書くようなやり方をするっていうのはとても難しいことです。すごい挑戦だと思います。でもそれをしようとすることで私たちは 100% の自由を手にすることができるのではないでしょうか。今までずっと絵を描いてて、絵を描いて何かを表現するってことは、絵を描く技術を磨くとか、上手な絵を描くとか、そういったことよりも大事なことがあるんじゃないかと思って、YouTube でもテクニック以外の自分の思いをシェアさせていただいてるんですが、今アートセラピーを学んでいて、今後はアーティストとしてはもちろん、アートセラピストとしても何か社会に貢献できたらなと思っています。アーティストや絵を描いている人たちはもちろん、そうでない人たちも私のアートを通じてみんなが幸せになれるような、なんかそういうことがしたいなと思っています。そしてこのコラボのワークショップ、そのうち開いてみたいなと思っています。その時は一緒に絵を描きましょう。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。